長崎には今後100年は草木が生えないということでした。私はこの言葉を聞いて、もう長崎では生きていけないと判断して、父、母、姉、弟が眠っている故郷長崎を迷いながらも出ました。福岡県桂川町に住む被爆2世の野田隆義さんです。長崎で被爆し、その後飯塚の炭鉱に移り住んだ父和義さんの被爆体験を語り継いでいます。長崎市出身の和義さんは16歳の時に爆心地からおよそ 1.3 キロの浦上地区で被爆。崩れた家の下敷きになって亡くなった父親に続いて、幼かった弟も1週間後に息を引き取り、和義さんの手で灰にしたといいます。弟をだびに伏すとき、手を合わせて涙を流した姉も、じりじりと迫る死の恐怖に怯えた末に、あまりに短い生涯を閉じました。残されたのは、和義さんと3歳年下の弟。二人は親戚を頼って一旦神戸に向かいました。ところが母方の遠縁の方を訪ね頼って行ったら焼け野原だったということなんですね。で、同窓会の時に紙が一枚ポンと置いてあって、その炭鉱の都炭都ですね、炭都飯塚白飯があるって書いてあったんですって。終戦当時、戦災で失った働き口を求める人が次々と集まってきたという飯塚。親も住む場所も失った和義さんは、生き延びるために弟と二人、縁もゆかりもない飯塚の炭鉱へ向かう決心をします。ところが炭鉱に着くと、思いがけない厳しい現実が待ち受けていました。被爆を理由にしたいわれなき差別です。長崎から来たというだけで、こう入ってた作業場をもうやめてくれと、ここから行けとか、行き場がないから、やっぱもうそこにおるしかなかったみたいですね。生きるために、はい、本当に生きるためですよ。さらに放射線の影響に加えて、炭鉱の過酷な労働が応えてか、和義さんは体調を崩し、満足に働けない日々が続きました。原爆のためなのか炭鉱の労働のためなのか微妙なとこでしょうけど、まあ多少勉強させてもらって、後で聞いてたら、やっぱブラブラ病っていう、いわゆる心の部分がやっぱりこうどうもならなかったのもあるし、実際にやっぱ原爆関係でいろいろ発症してますね。やっぱその後結婚した和義さん、旧高袋町の炭鉱長屋で貧しいながらも家庭を築き、高吉さんら2人の子供もここで生まれました。ここに長屋がこうあって、ここからこう一部屋の家があって、部屋があった、4畳半。最初にたどり着いた時に大きな炭鉱やったらしいんですよね。だけど、まあ、長崎からっていうことと、故障にも誰もいないので、すぐにここへ回されたみたいですね。被爆する前、和義さんは国鉄で働くことが決まっていたといいます。一回だけ母と大喧嘩したことありますよ。母の父が体調悪いのに仕事に行こうとして止めたんですね。で、結局その時父が大泣きして、要するに家の長として1円でもね、やっぱ稼ぐのが本来仕事でできんのが悔しい言うて、本当は国鉄勤めてね、そこそこに行けるような器の人が、たった一発の原爆でね、人生が変わるわけですから。和義さんは生前、自分の被爆体験の詳細を家族にすら明かしませんでした。そんな辛いことを言って、なんかプラスになります？しかもその日のご飯があるかないかわからん家ですよ。父が見れば、男として父として食べていけない原因が自分にある、働けない、そしたらもうそんなん言えないですよ。和
和義さんが心に秘めていた苦しみが唯一政教が発行した証言集に綴られていました。生き残った者も体の変調に一喜一憂しながら、我が子我が孫の健康を人知れず案じ続けなければならない。生きながらにして味わう地獄です。高吉さんは40代になって父親が残したこの告白を偶然知ることになります。初めてその時に全容というか、あ、こういうことねっていう、嘘やろなんですよ。受け切れないですよ。そんな感じで筑豊の炭鉱で苦悩の人生を送った被爆孤児。そんな父の足跡を後世に残そうと、高吉さんは2年前家族の被爆体験を語り継ぐ家族証言者になりました。父の怒りを感じるんですね。で、怒るのは当たり前です。家族を殺されて自分の人生をねじ曲げられて、その気持ちはとっても理解できるんですけど、やっぱり怒りから平和は生まれないです。平和は何もしないでは得られないです。平和を作り育てる人になってくださいっていうのが父からの願いです。嫌ですよね。なんか毎日何人死んだとかね、普通に聞きながらなんかドラマ見たり笑ってる自分が恐ろしくなりますもん。はい、戦争この日で終わりましたです。そこからが本当の苦労が始まるという。